はい、キズ模型工房のジジイです。よろしくお願いします。今回はね、庭模型から発売されていたマユニ31っていう丸屋根の郵便荷物車を作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。庭模型のキットってね、あんまり細かいこう寸法指定とかってないんですよね。要所要所はあるんですけれども、ここはっていうところがどうの寸法でつくか、どう組み合わされるかっていうのが、結構不親切なんですよ。なんで一旦こう仮組みしてから組んだ方がいいかなと思います。でまず、それぞれのパーツプレス抜きされてるんで、プレスの返りとか曲がりとか反りとかもあるんで、それを確認するのに、まずバリ取りのためにペーパーで磨いて研磨していきます。使ってるペーパーはこれ旋盤かな、旋盤のペーパーでこうやってバリ取りしていきます。でエッジの部分もプレス抜いた時にあれとかがあるんで、それもまああんまり削りすぎてしまうと問題なんで、ちょっとこう指触りがいいぐらいまで削ります。特に、帰りとかバリとかがね、一番多分気になると思うんで、組み合わせた時にぴったりパッチリはまらないんですね、こういうのがあると。まあひたすらパーツ磨きですよね。ただ庭の、キットってシルヘッダーとかプレスで表現されてるんで、側板とかは磨けないんですけどね、側板とかはクレンザー使って表面、まあ、だいぶ古いキットなんで表面が酸化してるのもあって、ハンダがすごい回りにくいんですよね。そういうのもあってこうやって磨きます。側板はねクレンザーで磨くんですけどね、特にこう面と面が当たるような部分にプレスで作ってるんで、やっぱりこう均一に綺麗に曲がってないんで、反りとか曲がりとかそういうのをまず修正することから始めます。あとはついでにこうしてハンダごて当てた時にハンダが回りやすいように、なるだけこうギザギザになっているところを綺麗にしときます。そうするとね、ハンダが綺麗に回るんですよ。で今左手で取った部品ですよね、あれは床板が当たる部分なんですよね。なんでここの部分のデッキの部分をしっかりと垂直中心、水平、しっかり作ってると後々すごく組むのが楽なんで、ここは特に慎重にこうして合わせて曲がり反りとかの確認もして組んでいきます。これはね、ネジ切ってあるんですけど、そのネジタップ入れた時の返りがあるんですよね。なんで面が均一かどうかが分からなかったんで研磨して、やっぱりちょっと曲がってるんですよね。これをほんの少しずつ修正していきます。これが曲がってるとね、床板がちゃんとつかなくなったりとかするんで、ここは特に大事ですよね。あとこの中後ろに映ってるローの字みたいなやつがね、中妻になるんですけど、これとのこの中妻とこの床板固定用の部品っていうのはすごいし、きっちりと面っていうか水平、お互いがきっちり合うように斜めになってたり、なってたりすると多分組んでいけないんで、この先でこの3つのパーツの合わせっていうのは特に大事ですよね。まあ、ちょっとこれできちゃってる分なんですけど、こんな形になるんですよね。こういうね、説明書に絵はあるんですけど、
水平からのこう図面、製図面とか、どういうはまり具合になるかっていう説明が皆無なんですね。こういうところもあって庭のキットって上級者向けとかって言われるのかな。はい、クリップで止めてます。これはねマッハ模型さんが出してたクリップかな、アルミ製エコーやったかな、ちょっと忘れました。まあ代用品なんでもいいと思うんですけど、プラスチックは当然ダメです。アルミかステンレスですよね。アルミにしてる理由っていうのはね、これハンダが回らないからなんですよね。ステンレスやとひっついちゃう可能性があるのかな、どうやったっけ。なんでアルミのクリップで止めて仮止めして、これに垂直を見てるんですよね。垂直剣かつ指で触ったところね、あそこがそう、この中妻と床板のつく面がきっちり水平でないと後々歪んでくるのと、床板取り付けのこのパーツの横に側板が当たるんですよね。なんでセンターがずれてると側板がハンダ付けできなくなっちゃうんですよ。なんでまっすぐ水平かつ中心につかないといけない。だからものすごい慎重にここは合わせてますよね。何回もやり直して、で大体決まったところでハンダを流していきます。ハンダがね、見えない裏側のここの部分に流します。でよく回るように酸化亜鉛溶液ブラックスもしっかりと回しといて、で当てます。で熱容量、まあこの後にデッキの床をこのパーツに組んだパーツにつけるんですけど、デッキ床っていうのはすごい薄い素材で熱をそんなに加えなくてもハンダ回るんですよね。でも今これをつけてる部品って結構板厚があるんで、しっかりとこうハンダごてを当てないと熱が回ってハンダが回っていかないんですよ。なのでこれを先につけとかないと、例えばデッキ床の部品を先につけちゃうと、まあ、垂直はその方が取りやすいんで、そこをさっきにハンダ付けしちゃうと、この部品をつけてる時に多分その床板はポロって取れてしまうんで、つける順序としてはこの床板固定部品っていうのが先につく、つけないといけないと思うんですよね。で今はこれちょっとハンダがたくさん入りすぎてる、僕あんまりねハンダが外にボロッと見えてるのってあんまり好きじゃ、個人的なんですけど好きじゃないんですよ。たくさんついても意味ないんで、というか少なすぎても問題なんですけど、あんまりこう表にこうはみ出てるようなハンダっていうのは僕は極力手に入れています。こうやって吸い取り線で吸い取って、あと木先で削り取るっていう感じですよね。で今これ当てているのがデッキの床、デッキ部分の床板になるところですよね。部品的にはカプラーとかがつくんですよね。デッキステップもこれにつくんかな。これは後でつけないと、先につけちゃうと多分ポロって取れてしまう。ハンダ熱が回りすぎてポロって取れることになる、取れちゃうことになるんで、これは多分この順序になりますよね。これも中妻パーツに対して土線、垂直、きっちり垂直にハンダ付けしないと、あとデッキドアをつけた時に合わなくなってしまう。だからここも垂直はきっちりと出して、
つけないといけない。もう一つは切り欠きがあるんですけど、コンマ1ミリぐらい、隙があるんですよね。で左右でコンマ05ぐらいの隙があるんで、ここもきっちりと真ん中につけとかないと、デッキドアをつけた時に左右のデッキドアの下の隙間っていうのが左右は均等じゃなくなっちゃう。だからここも結構慎重にハンダ付けしていかないといけないですよね。でまずこうして垂直にしとい、垂直を出したまま軽くちょんと仮止めします。今一瞬ですよね。でこの状態でもう一度垂直でセンター、あとは中詰まパーツとの隙間がないかっていうのを確認をします。ちょっと画面の枠から外に出ちゃってますね。作り始めたらね、画面内に収まってるか気にしてる時間が忘れちゃうんですよね。でこうして隙間が出ないように押さえながら反対側もこれまず仮止めをします。これで両方仮止めできたんで本格的にハンダを流すんですけど、ザーッといっぺんにハンダを流すと多分ポロって取れるんで、仮止めしたハンダが溶けないように真ん中からハンダを少しずつ、あんまりこう熱をたくさん与えすぎないように少しずつ流していきます。あんまり長いことハンダごてを当てすぎると熱が回りすぎて今まで組んできたのが全部ポロポロと出てしまうんです。ちょっとさすがに指で持ってるのも熱くなってきたんでクリップに変えて、今度は反対側にハンダを流していきます。だからこうして半分ずつハンダを流していくことで、ハンダが全部溶けないように止めたところのハンダは残しつつハンダを回していくっていう方法ですよね。だからハンダごてがの小手先があんまり綺麗でないと、たくさんこうハンダごてを当てる時間が長くなっちゃうんで組みづらくなってきますよね。なんでハンダごての先っていうのは常に綺麗に、でフラックスもどうせ後で洗うんでちょっとな多めに、ハンダはあんまり多くつけすぎちゃうとこうしハンダだらけになってしまって後で取るの大変なんで、ハンダは極力少なくてもいいかなとは思います。だから少ないハンダでハンダ付けしようとするとやっぱりハンダごてのこて先の管理っていうのは大事になってくるかなと思います。もうひたすらここから木下げですよね。指ついた大丈夫。これねゴリゴリやってるけどハンダ木下げ切れないんですよね。ね、旋盤のペーパーで刃先磨きですね。良い子は真似しないでください。砥石もちゃんと持ってるんで、普段は砥石で綺麗に刃先は管理してるんですけど。見えないって。よし。こうして。余計なハンダを取っていく。取りすぎると強度がなくなってくるんで、あんまりこう表に見えない、見えるところはしっかり取るんですけど、表から見えないところなんで、まあまあある程度は取ります。でただしここ今ねこっち側か、こっち側は
デッキドアがつくんですよね。だからデッキドアの当たるところにハンダが、残ってるとデッキドアがぴったり合わないんですよ。だからデッキドアの入るところは特にこうして慎重に余計なハンダを取り除いておきます。まあ、ついでに周りも磨いて、今使ってる棒はね、キサゲハケの慣れの果てです。使い切ってしまって、使い切ってしまうと中の棒にもまだ残ってるんですよね、ステンレスの線が。もったいないんで、キサゲのこう鞘から引っこ抜いて使うんですよ。ケチですよね。この特にデッキ側はね、見えるところでもあるんで、まあ、なるだけ取っておきたいですよね。余分なハンダってね、塗装しても見えるんですよ。だからできるだけ余計なハンダっていうのは僕は取り除きたいですよね、まあ、個人的にですけどね。機能的に問題なければ取らなくてもまあいいんですけど、僕は取ります、徹底的に。まあ過去に取りすぎてっていうか、やりすぎてしまったこともあるんで、キサゲハケはいいんですけど、キサゲ使いすぎると真鍮なんで掘れちゃうんですよね。だから気をつけて取るのがいいんですけどね。こういうとこって組んでしまったら秋下げの刷毛が入らないんでね。で最後に垂直きっちりとハンダ付けできてるか確認をして、ここでねずれてることに気がつくことがあるんですよね。もそういう時はね潔くバラします。でハンダ吸い取り線で綺麗にハンダを取って、でもっぺんペーパーで磨いて、だからもっぺん組み直したりします。これがデッキドアをつけるんですけど、これもきっちり垂直が出てることと、説明書ではこのデッキの床板に対してこのデッキドアっていうのがぴったりと当ててつけないといけないですよね。隙間が開かないように。まあ、もちろんそうですけどね。デッキドア閉会にする、閉会可能に加工する方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合もね、デッキの床がきっちりと垂直についてないとドアの開け閉めできなくなってしまうんでね。僕はめんどくさいんでそのまま組んでますけど、まあ、もちろんこれは制作依頼を受けて作っているものなんで、もう言われてない、頼まれてない余計な加工はしないんです。これもね、パーツを垂直に、デッキ床にきっちり当てつつ、パーツをキープするハンダ付けするのになかなかこう どうキープしていいのかって悩みますよね。で最終的に僕はいつも根性焼きみたいな持ち方するんですけど、まあ、クリップでこうつまめるもんはいいんですけどね、なかなかそうはいかない部品って結構多いんで、見えないで、そうそう。デッキ床にぴったり当てつつ
垂直にして中づまにぴったりと押さえながら裏からハンダ付けしないといけないですよ。アクロバティックですよね。これ使ってるあのものはね、あの皆さんご存知かと思うんですけど、ベイクライト版って言って、あのまあいろんなとこから出てますよね。克美さんが出してたり、エコーモデルさんが出してたり、僕は克美さんが出してたやつを使ってるんですけど、こうして簡単に、ね、垂直出せるんでね、便利ですよね。熱も伝わりにくいですし、で結局こうしてデッキドアのところに指かけてますんで、根性焼きですよね。あんまり長いことハンダゴテ当てすぎると人差し指やけどですよね。なんでなるだけもうちょんと当てて、え、熱っみたいな止まってるんですよ。でこれで垂直できっちりとついてるかどうか確認して、で次全体的にハンダ流すのに今度また悩むんですよね。どうやって持とうかなみたいなね。結局最終的にはこれ、ね、録画できてなかったんですけど、気合でハンダ付けしました。気合、まあ暑いですけどね、暑いからね、こうしてなるだけベイクライト板を挟んでハンダ付けしようとするんですけど、暑いんですよね。それは難しいよね。結局あのカットしちゃいましたが、これバラバラになってまいります。こう、あ、ずれたでしょ。やっぱりね、指の感覚すごいいいんですよ。 生指で持つっていうのがね、いやほんま熱いんですけどね。できちゃってます。録画できてなかったんですよ。結局あの生指で押さえながら根性でハンダ付けしました。まあ穴に刺さってるところを2点ちょん付けで仮止めしてから、あの今木下げを当ててるところの面にスーッと1本ゆっくりと、あのデッキ床をつけた時みたいにね、ハンダを少しずつ流していって、ハンダ付けするんですけどね。でここが、きっちりと水中心と垂直と、守れて、作れればこのキットってさほどあとは難しくないですね。ただあの説明書の順番通りにしていこうと、まあ、ちょっと難しいところもあるんですけど、まあ どの順番が正解かはわからない、わからないっていうか、組んでみないとわからないですよね。次回はね、この出来上がったデッキ部分に、下屋根材と側板をハンダ付けするところまでかな。まあ窓枠もつけないといけない、ハンダ付けしないといけないですね。
をして、ここはね表から見えるんで余分なハンダっていうのも極力取ります。めっちゃ目立つんでね、ここは。半分が木下げ作業ですかね。でこんな感じであのデッキ部分両端2個出来上がりました。時間的には1日かかってるかな。まあ、こんな感じで、あの今まで、うちの工房で車体の組み立てのビデオって作ってなかったと思うんですよね。あの塗りばっかりで、今回初めてになるんで、あの、まあ、特に2話のキットって、出来上がりがすごくいいのと、でただものすごく古いキットになるんで、持ってはる人は結構いてるんちゃうかな。組んでない人が大半ちゃうかな。まあこんな感じで、とあのこれは、郵便荷物車なんで、中妻のところにドアとかないんですよね。大口がバカッと開いてて、だから余計組みにくいんかなと思うんですけど、この次の工程に入るときにこの大きい開口部が割と役に立ってくれるんですよね。だから普通のスハとか、展望車とか組むときはもうちょっと順番を考えていかないといけないかなと思います。今日はこんな感じで、デッキ部分の製作、その位置として作らさせていただきました。今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと25分26分ぐらい長くなりましたけど、最後までお付き合いありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いしますね。評価もできればお願いします。今日はこれで終わりたいと思います。さよなら。